頑張っていきたいと思います。最後までね、見ていってください。だって平日にもかかわらず、ちっちゃい子たちが結構多いので、たくさんジャンプとか、いつもより多くやっていこうかなと思います。はい、ではゆかライブ始める前に、ゆかさんたちの名前ね、紹介します。ぜひみんな覚えていってください。ここにいてくれてる子がコックアっていう子です。コックアです。ちょっと難しいお名前やけどね、コックアです。で、もう一頭あっちで逆立ちしてる子がハッチです。あの子がハッチです。両方とも男の子のイルカさんで、もう立派な大人のイルカたちです。はい、大人のイルカさんです。子供のイルカさんじゃないです。めちゃくちゃ体も大きいです。体の大きさが、両方ともだいたい 2m80cm ぐらいあります。 280cm あります。みんな自分の身長なんとなくわかるかな。わからんな、まだその年でもないな。 280cm あります。またお父さんお母さんに自分の身長聞いてどれぐらい違うか比べてみてください。で、また体重も結構重いです。この子たちだいたい 250kg ぐらいあります。はい、250kg あります。自分何人分かなんでまた考えてみてください。 250kg ぐらいあります、この2頭は。で、ハッチココアの見分けるポイントはいろんなところで見分けれるんですけど、今向こう行ったのがコクアですね。こっちで逆立ちしてくれてる子がハッチです。ハチ君、尾びれの形が結構特徴的です。あんま綺麗な形してません。ココア君の方が尾びれの形は綺麗です。一番尻尾の、ね、形が綺麗です。で、背中のヒレの形も違います。ココア君の方はね、ちょっと欠けてるところがあります。はい、ココア君こっちです。背中のヒレ、ピンって立ってるヒレ、ちょっと欠けてるところがあります。はい、あとはお顔はちょっとね、ハチ君見えにくいですが、お顔の先っぽ、口の先をね、ちょっと怪我してる方がハチ君です。ぜひぜひ、見分けれるようにみんなもなってみてください。で、このイルカライブの時間はイルカさんたちにとってご飯食べる時間でもあるので、ご飯の時間でもあります。なので、いろんなね、ジャンプとかいろいろしながらご飯もね、たくさん食べていきます。イルカさんが食べてるのはね、みんなが食べてるお野菜とかは食べません。お魚だけ食べます。お魚ね、たくさん食べていきます。また前に来てね、お魚の紹介とかもするので、ぜひイルカさんたちが食べてるないといけないんです。
じゃあどうやって息継ぎをするかというと、僕らもお顔を上げて口で息吸ったりしますね。で、鼻でも息吸えますね。ゆかたちも同じところで息継ぎします。お口ではないんですけど、頭の上にね、イルカさんは鼻がついてあって、その鼻で息継ぎをすることできますので、頭をね、ちょこんと出すだけで息継ぎをしてます。そしてその頭の上の鼻の穴はこうやって潜ってるときはずっと閉じてます。息継ぎするときだけ開きます。水の中ではずっと閉じてます。息止めてます。さて、背泳ぎしか披露してませんが、他にもいろんな泳ぎをすることができます。例えば、はい、向こうから来ますよ。くるくる回る泳ぎ、スパイラルスイムという泳ぎです。はい、くるくるくるっと回ります。くるくる回ります。はい、もう一周ぐらい頑張ってもらいましょうか。くるくる回ります。これ何回回っても回らないです。みんな多分ね、プールの中とか水中でね、こうやってくるくる回ってすぐ目回っちゃうと思うけど、ゆかさんは全然目回りません。めっちゃらです。さらにはこんな泳ぎもできます。はい、ココア君が可愛いお顔を上げて立ち泳ぎしてくれてます。はい、みんなの前通りますよ。よいしょ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 。はい、立ち泳ぎしてます。こんな泳ぎをすることもできるんですね。さらには可愛らしくバタ足なんかもできます。はい、もしかしたらみんなプールでやったことあるかもしれんね、バタ足。はい、同じバタ足こうやってできます。はい、ココア君も後から続いていきましょうか。バタバタバタと、ハチ君に比べるとちょっとバタ足がね、そこまで激しくないですが、しっかりねバタ足してくれてます、ココア君です。最初にね、逆さ向いてバタ足してたのがハチ君です。はい、バシャバシャバシャとココア君も可愛らしくバタ足してくれてます。上手にね、いろんな泳ぎを決めることができました。では、やっぱりイルカさんといったら一番最初に披露したジャンプだと思うので、ジャンプをもう一回やってみましょうかね。はい、いつもよりたくさん飛んでくれてますよ。よいしょ。はい、2頭一緒にジャンプしてます。2頭で息を合わせるっていうことは結構難しいです。ですがハッチ君、ココア君ね、もうイルカライブ結構何回もやっているんで、しっかりとこうやって2頭で息を合わせてしっかり飛べるようになりました。じゃあ次はちょっと変わったジャンプをやってみたいと思います。くるくる回りながら飛びます。よく見とってね。回りながら飛びます。はい、行きますよ。回ってる、分かったかな。くるくる回りながら飛んでました。スピンジャンプというジャンプで結構難しいジャンプでした。じゃあ次は宙返りします。空中で宙返りします。あ、よく見ててね。きれいに宙返りしました。こんなジャンプもできちゃったりするんですね。はい、ゆかさんたち上手でした。ではちょっと前に行ってもいろんな技やってみましょうか。じゃあ先にちょっとね、一番最初にもお話し